浴衣姿の男女浴衣姿の、ルシアンペレール浴衣は、和服の一種。素肌の上に着るものであり、家庭でのくつろぎ器が起源である。平安時代、貴族が風呂に入る際に着用した浴衣びらがその、原型とされる。この当時の風呂は専用の衣服を着て入る虫風呂であり、そのための浴衣びらは、朝織物でできていた。安土桃山時代頃に、 裸で湯に浸かる入浴習慣が生まれると湯上がりに肌の水分を吸い取らせるために着られるものとなり江戸時代には広く庶民に愛好されるものとなった江戸時代に日本で木綿が普及すると朝織物に代わってより吸水性の高い綿織物の着物が用いられるようになり現代の浴衣へとつながることとなる本来浴衣は湯上がりに身につける部屋着であり また、昭和の様相の一般化以降は、寝巻きとしての用途が主であった。このため、昼間から浴衣を着て外出するのははばかられる、こととされていたが、そうした認識は現在では、薄れている。明治期には、浴衣にシュスなどの半襟をかける例も記録されている。昭和初期頃までは、浴衣のことを、中型、注文ということもあった。 これは、短物の中でも浴衣にふさわしい柄は、中型の模様とされていたことによる。大型の模様は布団などの寝具用、小型の模様は外出着用とされていた。浴衣兵出身者霊祭2011年浴衣姿の、女性たち現代では、浴衣は夏季に身につけるオシャレアイテムの一つとなっており、特に女性用の浴衣には、柄や色にも華やかなものが多く見られる。 現代の日本の生活で、浴衣が着用される機会は、主に花火大会、縁日、盆踊りなど、夏の行事の際である。こうした時期には、レストランや遊園地、テーマパーク、スポーツの試合などでも、浴衣を着用して来場した場合に特典を設ける、場合もある。旅館やホテルには、寝巻きとして用意されている場合が多いが、その多くは簡略化されたものである。 元来部屋着であるため、シティホテル等では、浴衣で、共用部に出ることは非常識とされる。温泉地の温泉宿やホテル等では、伝統的に浴衣のままで、館内施設を利用したり近隣に外出することは、問題ないとされている。温泉台の宿泊施設が連携して、浴衣を一種のリゾートウェアと捉えて演出アイテムとする、ケースもある。施設利用者に、 浴衣と下駄を貸し出し、着付けも行い、宿泊客にはそのままプレゼントするなどが一例である。日本情緒の雰囲気を味わえ、かつ安価で着付けも単純な民族衣装として、外国人のお土産としても重宝されている。日本浴衣連合会の提案により、1981年に、気候伝の監修と食女祭にちなんで、7月7日が浴衣の日と制定されている。 一般的には、木面地で、通常の単物用の生地よりもやや荒めに折った、平折りのものが多い。高級な、浴衣生地には、おじや縮みやはしじら折りなどのの、縮み折りがある。また、太さの異なる糸を用いて細かなワッフル状のオリジを作る、勾配式で作られた、綿勾配、絹勾配などもある。構造は、人への長着と同一であり、和服の中でも、 最も単純かつ基本的で、反物も比較的安価であることから、家庭科の授業で和裁の基礎を学ぶ際には浴衣を縫うことが多い。女性用の浴衣は、両袖の内側と両脇の一部に、三厚口という開いた部分があるが、男性用の浴衣にはない。また、女性用の着物は元来長い竹のものを託し上げて、おはしょりを作って、 着るため、女性用の浴衣にもおはしょり、部分があるが、男性用の浴衣にはない。一般的な着物に比べると、裾は若干短くても良いとされ、くるぶしが見え隠れする程度の着丈に着付けるのが一般的である。合わせる帯は、男性は角帯、女性は現代では半幅帯が一般的であるが、元来が家庭用のくつろぎ機であるため、 男女共に扱いの簡単なへこ帯を用いることもある。角帯は元来は浴衣には合わせないものとされていたが、現代ではこの意識は薄れている。履物は素足に下駄が一般的である。男性の場合はセッタも多用される。襟合わせは一般的な和服の着付けと同じく男女とも偶然である。右の襟を前に胸に沿わせ。 左の襟をその上に重ねるように身につける。俗日本記によると、奈良時代の719年に、異福令が発令され、健康なものは、老若男女を問わず、右を先に合わせてから、左が外側になるように切るべしと定める、天下百姓右奥美が定められたことに由来する。向かい合った相手から見ると、アルファベットの Y の小文字、Y になるように、 自分の右手を襟に差し入れやすいようにと覚えると間違えにくい。歌舞伎や日本舞踊など日本の伝統芸能においては稽古儀として使用されている。歌舞伎役者などが別あつらへの単物を染めて悲きへの配り物とすることも多かったが最近ではこうした風習も徐々に少なくなっている。各界では関取が自分の名前の入った。 浴衣生地を引きすや他の相撲部屋に送るという風習がまだ残っており自分の気に入った柄でオリジナルの浴衣を仕立てる力士も多い関取の浴衣は夏の装いで場所帰りや普段着として着用する幕下以下の力士は場所入りから普段着まで全ての場面で部屋から支給される浴衣を着ることになっているという 浮世絵に描かれた浴衣姿で夕涼みする、男性体にチュールレースをあしらった着こなし浴衣は、もともと白地の木綿を愛で染め抜くのが原則で柄も大胆なものが多かったが近年では、洋服のようなデザインが好まれつつあり、華やかな色合いと柄のものなども多くなっている。生地も木綿ではなく、麻を混ぜたものや、ポリエステルなどを用いたものも多い。反物から仕立てる場合は、 手縫いが一般的であるが、大量生産の既製品の多くは、密芯縫いのものが主流である。そうしたものは、襟の作りや縫い代、お組などが簡略化されており、一般的な和服の畳み方ではうまく畳めないことがある。本来は素肌に着るものであるが、近年は外出着として着用されることも多くなり、 肌着を着用することが多くなった。この場合は、浴衣向きに軽量化されたり、吸汗性に優れた、肌襦袢や和装用の簡易スリップなどの肌着を着用することが多い。女性の帯結びは、男性より複雑であるため、近年は自分で帯を結べないものも多い。そのため、作りたいも多用される。 和洋折衷のデザインのものも多く販売されている。生地の柄や襟の合わせは、従来の浴衣であっても、本来は浴衣には用いない、縦襟を合わせたり、縦襟代わりに、フリルやレースをあしらったもの、また、ミニスカートのような膝上丈のもの、パニエを使用する、フレアスカートのようなものなど、固定観念を打ち破った個性的なデザインのものも、登場し、特に若い世代に、 支持されている。また、通常の形であっても、一枚仕立てではなく、上下に分かれた二部式のものも、着崩れしにくいことから人気である。様々な帯締めや帯留めを自由に用いたり、帯に、リボンやビーズで装飾を施したものなど、多様なバリエーションが見られる。男性では、薄手のシャツやカットー、帽子や、 エンジニアブーツなどを合わせるなど、現代風アレンジを楽しむものも増えている。現代の生活では下駄を履き慣れないため、転んで怪我をする場合もある。さらに、現代では、地面のほとんどが舗装されているため、下駄の音が響いて、周囲の迷惑になることがある。このため、洋服用のサンダルなどを合わせる場合も多い。また、本来浴衣は足袋を履かずに、スワッシュで着るものであるが、 花をずれなどを防ぐため、薄手の足袋を履く者もいる。ありがとうございます。